皆さんこんにちは、ネオです。今回は川の水などを飲み水として作り変えるための不純物を除去してからろ過しの殺菌してから浄瑠璃塩素を測定してっていうような一式キットをご紹介させていただきます。台風や地震などの大規模災害や、あと長期の停電なんかが起きてしまうと、水道水が使えないとか、あと備蓄水が底をついたとか、家が被災して倒壊の危険があって備蓄品を家の中に取りに戻れないなどの状況だったりとか、地面に穴を掘って翌朝に水滴を採取するとか、あとタオルを膝下にぐるっと巻きつけて明け方の草むらとか、あと公園なんかを歩いてね、朝露をゲットするなどの、そういった時間的だったりとか地理的な環境ではない本当に緊急事態っていうようなのを前提とした想定でお話をしていきます。もちろん、まあ、そういった災害が起きないのが一番なんですけども、万が一災害になってしまった時に川の水しか飲めないとか、そういった時になった時にはですね、見た目がどんなに綺麗でもこういった簡易的なろ過器では飲める水質にならないような川だとか井戸水、あと雪解け水やプールの水、そして夏に数時間じゃない、夏に数日間とかにこう置いてしまったような置き水なんかだったりを、こうろ過した後に沸騰しても殺菌できないっていうような水の水質を向上させる意識キットの綺麗さっていうのがもしかしたら役立つかもです。今日もね、重金属とか有機溶剤、あと海面活性剤とか生活工業排水、あとはね、除草剤なんか含む水だったりとか、あとはやっぱ海水なんかはやっぱちょっとそこまでは使えないという感じです。ねえねえ、食品衛生管理者でもある私が気にするのはですね、やはり大きく一つ、水の衛生という部分ですね。それすごく大切なので、少し今回詳しく進めたいと思います。この綺麗さでね、一袋で25リットルの原水の汚染物質だとか、不純物をこう吸着させて、糸状にワンワンってして、そこにこう沈殿させるような、が綺麗さです。で、汚染物質がこう分離したね、その上積みを、今度、簡易のろ過ネットで、ろ過してから、今度は二酸化塩素っていうので、殺菌します。で、殺菌や除菌後に、残留塩素測定剤っていうので最終的に飲める水かどうかっていうのを確認してから使うという工程になります。新生児用のミルクだとかね、あと感染症が命に関わってしまうご病気だとかをお持ちの方、あと床ずれだとか、避難途中でできた傷なんかだったりの傷口を洗浄するとかでは、もう、手間はかかるんですけども、さらに、そこから煮沸をして使うというのがものすごくおすすめです。日本二酸化塩素工業会っていうホームページを見てみると、1日の摂取量の設定があるんですけれども、飲料水や食品添加物として使われている殺菌剤になります。この綺麗さ本体は10袋入りなんですけれど、なぜか5個しか入っていない試験薬。これね、箱を開けると、こちらの会社さんのメッセージ。これすごい好きで、なんかこう、世のため、人のためが、自分のためとなるような儲け方っていうのが、こう、利益ってお金を得るのか、心を込めてご利益としてお金を得るのか、同じ利益っていう、こう、感じでも、なんか忘れてはいけない日本人の大和魂なんかを感じるメッセージだなぁなんて個人的に思います。すいません。話が逸れてしまいました。元に戻って。アマゾンのね、口コミ評価で、実際の使い方動画をね、アップしてくださってる方がいらっしゃいますので、ご興味あればぜひ、ね、ぜひ覗いてみてください。噛んじゃった。とはいえ、川ならできる限り、上流の、こう、湧き水が出てるようなところの水
を汲むのがおすすめです。今の日本のほとんどの川っていうのはね、汚染がひどいので、本当にそこはご注意くださいませ。でね、塩素系漂白剤のブリーチとかハイターとか、用土チンキを水に数滴混ぜて、飲める水か飲めない水かっていうのを匂いで調べて、大丈夫そうなら非常時の飲料水にっていうのって数年前に一時話題になりましたが、もし水を殺菌して消毒して飲むっていう目的だけであれば、こういったような専用な商品があってですね。で、こちらは水1リットルに必要量を数滴入れて、30分放置すると、殺菌されてますよっていうような商品で、ろ過して、煮沸して、消毒して、で、ソーヤなどの簡易ろ過器を使うというような、そういうようなイメージです。でも、塩素を使っているので、どうしても塩素の味だとか、匂いが薄く残るので、塩素除去の酸っぱいタイプのエルアスコルビン酸っていうのを混ぜて、塩素が柔らかかっていうのをちょっと実験しようかと思ってですね、買ってみて、明日、明後日でうちに届くと思うんですけれどもですね。そして、こちらは多くの水を一度に消毒する商品になります。ラムネみたいなね、ちっちゃいタブレットになります。で、綺麗な水だったら、20リットルに対して一粒。ここでごじょごじょ混ぜて、30分置くと。ここで、汚染水ですね。ろ過紙がこう、汚れるような水質ぐらいの汚染水の場合は、二粒を使用するということで、水分中の微生物を殺す発泡性の錠剤で、腸チフスとか、コレラとか、セキリナとかのね、水系の伝染病を予防するそうです。これまだ買ってみたんですけど、まだ試してないのでコメントできずでごめんなさい。これね、WHO 世界保健機関によって、日常使用っていうのが認証されてますが、でもやっぱり除菌殺菌するだけでは、川の水は危険かと思います。ちなみに消毒した後の残留塩素試験薬っていうのは、単品でいろんな会社から販売されています。今までご紹介したいろんな商品とか、ホームページの URL はいつものように概要欄に貼っておきますね。目に見えない汚染物質や不純物を吸着させて、水と分離するっていう商品を単品でいろいろ探してみたんですけども、ちょっと私では力不足で見つけられずでしたので、今回は少し割高かもなんですが、意識セットでご紹介をさせていただきました。汚染された水によって命を落とす危険があるかもしれない赤ちゃんや小さいお子さん、高齢者や障害者さんに、障害児のお子さんなど、もし皆さんの親戚、友人、同僚などに該当する方々がいらっしゃいましたら、一人でも多くの人が助かるよう、ぜひこちらの動画の拡散をどうぞよろしくお願いいたします。昔、海外で飲んだジュースに入ってた氷で、一週間ホテルに倒れて、全く観光できなかった。そんな甘抜きな私にチャンネル登録&高評価をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。